お元気ですか、牧師みでございます。今日の夕飯はですね、お好み焼きでございます。いつもだとね、かつお節を乗っけないでね、やってたんですけど、今回はね、お好み焼きですかね、かつお節をね乗っけてみました。ちょっとね冷めてしまったんですね。焼きたての時はね、結構ねあのかつお節がね、泳いでました。これね、まあ暑いですかね、暑いからまあ、かつお節が泳いでるように見えてる感じでございましょうかね。で、わかめのね、お味噌汁でございます。お酒はですね、久しぶりでございます。航空杯でございます。でね、一つね、私、航空杯でね、一つね、言いたいことがあるんですよ、皆様に。私、よく航空杯を飲むイメージがありますが、そんなに飲まないんですよ、実は。じゃあ、なんで航空杯があるかと言いますとですね、前にね、サイダーがあったんですよ。それが父親がね、飲んでしまってね、冷蔵庫見たらコーラしかなかったのでね、仕方ないからね、航空杯にしたんですよ。で、航空杯は父が好きなんですよ。で、私が好きなのはスプライトなんですよ。ここね、皆さんもね、分かってもらえたらね、嬉しいと思います。ね、私よくね言われるんですよ、航空杯をよく飲むなってイメージがありますが、そんなことはございませんのでね、明日からずご了承くださいね。まあそんな話はね、まあどうでもいいんですけどね。航空杯が嫌いじゃわけはじゃないですけどね、ただコーラよりもスプライトの方がね好きだけでございますのでね、よろしくお願いいたします。あとまあ告知の方はね特にございません。はい、以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。